ようこそ。君が歴史改変に何度も協力してくれたおかげでエネルギーもいっぱい溜まったよ。ありがとう。本当に面白かったし助かったよ。君と僕はもう友達だよね。さてと、僕は帰ってこのエネルギーの面白い使い方を考えてみるよ。大丈夫、友達の君に迷惑をかけるようなことはしないつもりだからさ。バカモン、そやつを逃がすな。やっと石から元に戻れたわい。おい、そんな危なっかしいやつ放っておくまでにはいかんぞ。なんとしてもそこで倒さねばならん。そうじゃ、おいゴーカー。ん、オラか。どうしたじっちゃん。そこにおるフィーは歴史改変のエネルギーを蓄えて大幅にパワーアップしておる。今ならお前よりも強くなっておるかもしれんぞ。戦ってみたいとは思わんか。確かに今のフィーからはワクワクするくらい強い気を感じんな。あー、ダメだ、我慢できれ。なあフィー、オラと一丁手合わせしてくんねえか。思わぬ強敵が現れたね。これは僕がやられちゃうパターンかな。悪いな、おめえの手伝いをするつもりだったけんど、オラどうしても今の冬と戦ってみてんだ。そうだ、どうせならおめえもオラと勝負してみねえか。オラが勝てば次は冬と手合わせする。おめえが勝てばオラを止められる。どっちにしてもおめえがこのまま何もしなけりゃオラ冬と戦うぞ。よしよし、作戦成功じゃ。悟空が味方につけばこっちのもんじゃわい。これは予想外の展開だね。ひとまず君に任せるしかないみたいだ。決まりだな。よし、それじゃ一丁始めっか。一度本気のお前とぶつかり合ってみたかったんだ。おめえもワクワクしてるだろ。さあ、よし、行くぞ。やっぱり君はすごいや。孫悟空相手にここまでできるなんて。うん、決めた。僕は君にかけることにしたよ。な、何をする気じゃ。僕が今まで集めたエネルギーを君に。これでもっともっと戦えるはずさ。
気号まだまだ強くなるのか。
行くぞ。上げたとはいえ、ここまでの戦いになるとは思わなかったよ。君は本当に面白いね。ああ、名残惜しいけれど、僕は今のうちに退散させてもらうよ。君をじっくり分析できないのが残念だけど、それはまた次の機会に、ね。バイバーイ。まずんじゃフィル。逃げられてしもうたか。まあいいじゃねえか。そこまで悪いやつには見えなかったしさ。なんかあったらまた戦えばいいだろ。そん時はオラもまた手伝うかさ。お前さんはただ強いやつと戦いたいだけじゃろうが。まったくフィルのやつはどこまで逃げたんじゃ。おじいちゃん、もういいわ。あの子は悪人っていうより子供よ。ただ自分の研究に夢中なだけなのよ。悪人とは言えんかもしれんが、善人とも思えんぞ。一応ダーブラにとどめを刺して私を助けてくれたのはあの子よ。今回は見逃してあげるってことで借りを返すわ。そうか、時の海王神であるお前さんがそこまで言うなら止めんが。もしフィューが何か悪さをしたらこの子にお仕置きしてもらうわ。いいわね。ダーブラを倒して歴史改変を企む連中との戦いもこれでようやく一段落ね。今までお疲れ様。長い戦いに付き合ってくれて本当にありがとう。困ったちゃんが一人逃げちゃったけど、それもきっとなんとかなるって信じてるわ。だって、時の海王神様、だってみんながいるもの。ダーブラか、恐ろしいやつじゃったのんの。トアが倒された後も俺たちを倒すためにずっと力を蓄えていたんですね。時の裂け目を利用してここまでやってくるなんて。コントントのみんなを石にしちゃうなんて相当パワーを溜め込んでいたのね。あなたが倒していなかったら本当にこの世界の歴史は支配されていたかもね。しかし、ようやっとこれでどうにか元通りになってほっと一息じゃな。ううん、あと一つだけ仕事が残ってるわ。ヒューのことですね。そうじゃなくて、時々よ、あの子がどこかに行っちゃったの。え、まさかダーブラがどこかに連れ去ったんじゃ。いいえ、ダーブラがここを襲う寸前私たちかくれんぼしてたのよ。時々を見つける前にダーブラが来たんだけど、その時も時々は声一つ立てなかったわ。多分時々はダーブラに気づかないまま
まだ時の巣のどこかに隠れてるのよ。やれやれ、しょうがないですね。じゃあみんなで呼んで回ってみるか。おーい、トキ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 。よし、おめえさっきの勝負の続きだ。どっちが先にトキトキを見つけられるか競争しようぜ。